市木玲奈の歌舞伎花嫁。今回は片岡千之助さんにお話を伺いました。俺の背中を見ろなんじゃないですかね。きっと新田真剣佑くんで、せめて2件がギリギリかなっていう。常に成長したいじゃないですか。改めまして、日本テレビアナウンサーの市木玲奈と申します。よろしくお願いいたします。片岡千之助です。よろしくお願いします。11月の吉例顔見世大歌舞伎では、祖父の仁左衛門さんと一緒に、はい、連獅子を4回目務められる、ね、ということですが、はい、その心境はいかがですか。まあ、前回が7年前ほどなんですけども、はい、本当に7年も経ったのかっていう時間の速さを感じながらも、うん、まあ、とにかくその年々変わりませんけども、はい、その年の全力でぶつかれたらなって思ってます。もともとやっぱりその小さい時から連獅子っていう演目がすごい好きで、はい、まあ、僕の中でのすごい一つのモデルが中村屋さんだったんですけれども、うん、その中でまあ小さい時から祖父にいつか連獅子を僕とやってってことをずっと伝えていて、それがちょうど10年前に叶いまして、で、まあ、その後7年前に続いて、まあ、本当にちょっと久しぶりですけれども、うん、まあ、常々変わらず嬉しさですね。とにかく実際に仁左衛門さんから何かかけられた印象的な言葉はありますか。うん、言葉というか、もうとにかくその例えば踊りの稽古してたら、もうとにかく腰を落としなさいだったりとか、ここはもっとこうしなさいっていっぱいダメ出しはありますけれども、連獅子に関してのそのなんだろうな、心構えのようなものは、とにかく俺の背中を見ろなんじゃないですかね。かっこいいですね。基本的にそういう部分が強い方でもいるので、そこはとにかく自分なりに感じながら吸収したいなと思ってますね。それこそこの連獅子の中では毛振りというのがすごく見どころになっていると思うんですけども、この難しさといいますか、毛振りにも何かそのトレーニングっていうのは、まあ、基本的にまあ踊り踊ることも毛振りも基本的には足腰の体幹なので、うん、まあ、本当に足の筋力だったり、はい、あとはもう本当にトレーニング云々かんぬんじゃなくて踊ることですよね、稽古から何から。だから例えばその足の重りをつけながら稽古をしたりだとかっていうのは、まあ、やってたりします。一般的に素人の私たちが見てると、首を痛めるんじゃないかなとか、首回してるのかなって思うんですけど、はい、あれって実際こうやり方は違うんですか。あれは基本的には腰です。もう首はつけて、はい、こう、まあ、ここを持って、はい、こうつけて、まあ、本当にこの腰で体全体で引いて振るっていうのが基本的な振り方です。でもやっぱり最後とか速くなったりテンポ上げていくことがあるんですけど、はい、ありますね、その時にやっぱりちょっとこの首のこれを使ったりだとかはありますね。うん、コツはあるんですか。あ、でもね、引くことです。引くこと。やっぱり皆さんご覧になってると、はい、こう出てくる毛のイメージがすごい強いかと思うんですけど、やっぱりその分って何なの、それ以上に引く、でこの引いた力でその勢いで軽く前に出す、あ、なるほど、っていうのが、まあ、基本的なやり方ですかね。あ、じゃあそこを結構じゃあ意識して皆さんやられてる、うん、はい、だと思います。1ヶ月後には本番を控えていると思うんですけども、ね、はい、これからどのように準備していきたいと思っていますか。まあ、とにかく体力つけて、うん、病気にならずに、そうですね、ご飯たちも食べていっぱい寝て本当に健康体で大事です、ね、です、健康大事です。もうとにかくそれだけですね。あとは本当踊りをもう自分で踊り込むしかないですし、うん、その7年前14歳かな、はい、とか11歳の時って、まあ、ある程度頑張ってればその小獅子なりによく見えると思うんですけれども、やっぱり21になっての小獅子っていうのはやっぱり一つハードルも一つ上がって、小獅子のその駆け上がってくる、他人のそこに落とされて駆け上がってくるその強さだとか、その親子の愛だったりとか、うん、っていうところをもっと、うん、感じていただけるように頑張りたいなと思いますね。年齢を重ねていくほど逆にこうどう演じていくかが難しくなるんですか。やっぱりどんな演目でもそうでしょうけれども、はい、常に成長したいじゃないですか。確かに、うん、やはりそれは僕の祖父の姿を見ていても、うん、毎回毎回どれだけやはりお客様に
もう素晴らしかったと言われても自分の中ではまだまだっていう気持ちがあって、毎日映像を見たりだとかっていう本当に常に努力をしている人なので、その姿を見ながらもう僕もやっぱりその歌舞伎役者っていうのは基本的には死ぬまでじゃないですか、生涯現役なので、現役であるうちは、うん、常にその姿を見習って成長したいなと思いますね。花恵美、このコロナ禍で何か新しく始めたこととかありますか？新しく始めたことなんだろうな。あ、まあなんかすごい本当にただの若者というか学生の趣味なんですけど、はい、俳優の友達たちとよくゲームしてます。お、やっぱ皆さんゲームなんですかね。いや、なんか会えないし遊べない。オンラインゲームっていうことですよね。そうです、みんな、みんなでやり始めると止まんないですか。やっぱ友達増やしたいですし、あ、で誘ってねやっちゃいますよね。ちなみにその一緒にゲームをする俳優さん、うん、どういった方々がいらっしゃるんですか。もう本当ヒットは新田真剣佑君で、はい、もともとそれこそコロナ禍になって連絡取ってて、ね、ゲームしない、うん、って話になって、でそこからどんどん発展していろんなゲームをし始めて、で、まあ、彼の人脈と、まあ、僕の共通の友達もいましたし、はい、その人脈でそのプロゲーマーの人たちとも一緒にやっていただいてて、すごい本格的ですね。本格的ですね。本当長い時はもう 5,6 時間やってますね、夜中夜通し。ゲーム以外に、あとサッカーが好きですね。あ、サッカー。じゃあそれこそワールドカップがあるってなると、もういや、もう寝れないですよ。またこれも寝られなくなるんですね。本当またそれもある程度海外でやるじゃないですか。これもまた時差がね、スペインとか4時5時にやるでしょ。確かに。じゃあ結構千之助さん の, あ の, 日常生活は割と時差がつきものというか。僕は基本的に夜行生物です。夜型人間ですか。夜型人間ですね。そうなんです、はい、小さい時はそうなんですよ。あ、意外とその夜になってご飯食べてから元気出ちゃうんですよね。でもそれこそあの今大学生じゃないですか、はい、朝苦手っていうのもこう言ってられないでしょうね。そうですね。だから授業を取るときなんかできれば1限せめて2限がギリギリかなっていう。わかります。1限と2限だいぶ違うんですよね。いや、なんか例えば1限ですごい、じゃあ単位が取りやすい授業があるとするじゃないですか。はい、もう本当難しいところですよね。行けば取れるけど確かに行くのか俺みたいな。そうですよね。出席なとでしてれば取れるんですけど、まあ、出席できなかったら元も子もないじゃないですか。そこも戦いはあります。2週登録で。確かに。うん、花恵美、こうなかなかどうしても若い世代だと、うん、歌舞伎を見に行こうっていうきっかけ作りが ね、なかなか難しいところもあると思うんですけど、うん、どういったこう視点で始めていったらいいでしょうか。やっぱ簡単なのは、じゃあ今 SNS があるじゃないですか。じゃあ SNS で、はい、この人誰だろうってフォローして、あ、歌舞伎役者なんだ、歌舞伎ってこの人歌舞伎役者、歌舞伎の舞台見てみたい、うん、でもいいですし、最近僕思うに若干僕らの世代って古いものに対しての興味がちょっと多い気がするんですよね。文化的なもの、文化的なものとか日本のその昔の技術とか、うん、例えばじゃあ僕も TikTok あるじゃないですか、 あ、はい、あれ見てたりするとそういうものが、はい、その日本人 の, その若い人たちが意外と見てたりとかするのを見てると、あ、歌舞伎もこの流れで興味持っていただけたらいいなと思いますし、その中でじゃあ歌舞伎を見に来たら衣装に対してどうでもいいですし、大道具でもいいですし、まあ、もちろん芝居だったり役者でもいいんですけど、本当 そ, のそれぞれ自分の好きなところに着目していただいて、そこからいろいろ知っていただけたら面白いなと思いますね、うん、実際に千之助さんもインスタグラムやられていると思うんですけど、そうですね、はい、何かこう発信するにあたって伝えていく上でのこだわりっていうのはありますか。僕でも基本的にその最近の投稿的に言うと、はい、そのファッション系の仕事をやらせていただくことが、うん、まあ、はい、ちらほらあるんですけども、はい、その中の投稿が多くて、でもたまにそのみんな知らない人からすると、この人モデルなのかな、うん、からでもそうですよね、始まって歌舞伎なんだ、え、これ歌舞伎役者なんだっていうところに行ってくれてたりもするので、そういう形だけでもいいんで歌舞伎に少しでも触れていただけたらいいなと思いますし、なのでそういう歌舞伎とはまた違うファッションの世界の投稿もしながら、やっぱりその月にやってるそのじゃあ化粧した姿とか、まあ、っていうのを上げたりしてますね。花恵美、今後
どのような歌舞伎俳優になっていきたいとお考えですか？そうですね、まあ、祖父がよく人に求められる役者になってほしいというので、僕はまあその幕内だったり、お客様だったりっていう、とにかく周りの人に求めていただける役者、あとはもう本当にもっと大きな目で言うと、まあ、僕の中での特に憧れて尊敬しているのが祖父だったり、18代目の中村勘三郎の内山だったりっていう諸先輩方がいらっしゃる中で、それぞれその時代の歌舞伎を守られて、そしてまあさらにその歌舞伎を伝統の中で進化させていく、その姿を見ているとやはりその時代その時代に求められる役者さんが僕の憧れですね、やっぱり。本日はありがとうございました。ありがとうございます。